はい、では始めたいと思います。今日も朝日から参加ありがとうございます。お願いします。はい、で今日の朝のテーマは自宅で簡単にできるその免疫力アップトレーニングということでですね、免疫力ってそもそもなんだろうなって考えたときに、まあ、体が何かこう、まあ、ストレスだったりとか、まあ、ウイルスだったりとかが入ってきたときに起こる、まあ、反応が、まあ、結局免疫反応であったりするんですけど、やっぱりその反応が起こるということは外部からの刺激を与えないといけないので、まあ、一つの刺激としてトレーニングをすることによって体が、まあ、細胞が何か来たなっていうふうに反応して新しくこう血液循環が起こって体が活性化されるので免疫力が上がるっていう形になります。なので今回は体の中でも特にこの筋肉量が多い場所をメインでちょっとやっていきます。まあ、体の中で、まあ、体全体の筋肉で面積が多いところっていったらどこがイメージつきますかね、お母さん。あ、足、あ、いいですねそうですね、下半身っていうのが体の3分の2以上の筋肉量を、要してますので、まあ、下半身を鍛えることによって体の循環、血液が重力に対して上に心臓に戻らなければいけないので、筋ポンプ作用といって筋肉がこう収縮して静脈が戻るような作用を働かせるためには体を動かさないといけないので、それを今日はうまく活性化して、まあ、足のむくみであったりとか足のひげだったり全身の、まあ、緊張感というのが取れてくると体もリラックスしやすくなって、その回復に体が努めるような形になりますので、まあ、その辺を意識して皆さんとやっていけたらと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。ではですね、音声をミュートにしていただいて、はい、ありがとうございます。で最初はウォーミングアップをちょっとやっていきましょう。ご一緒にお願いします。では右足を前に出すので前に出します。この状態から上にぐるっと上げていきます。そうですね、でぐるっと取れるとこまで取ってみましょう。いいですね。1。はい、戻します。もう一度行きましょう。2回。息を吐きながら行きます。3。1。はい、ラストですね。5。では今度この状態のまま右手を外に開いていきます。そうですね、2、3。はい、出していきましょう。5。はい、OK です。今度は逆、左足に切り替えます。で、また前習いをして上に上げていきます。息を吐きながら後ろに1、戻す、2、いいですね、3、息を吐きながらいきましょう、4、いらしていきましょう、5。はい、OK です。では今度は左に開いていきます。このような感じですね、1、2、指先をしっかり見ていきましょう、3、バランスを崩さないように5。はい、OK です。では次はですね、右足を前に出していただいて、右足に切り替えます。よいしょ。右足を前に出していただいて、両手を後ろに引いて、後ろを伸ばします。そうです。
って左手を前について右手を上に上げていきます。天井を見るような、そうです。はい、戻して後ろにまた引いて後ろ伸ばす。で前について右手を開く。そうですね、後ろ、はい、前開く。はい、ナイス。後ろ、前、はい、開きます。ラストいきましょう。前、はい、開く。 OK です。左足いきましょう。こちらに変えて、また後ろに開きます。ぐーっと後ろに引いて、後ろ伸ばして、右手を今度ついていただいて、左手を開きます。いいですね。後ろ、ここです。前、ラフ、はい、後ろ、前、ワン、いいですね。後ろ、前、ラフ、シー、出していきましょう。後ろ、前、よいしょ。はい、OK です。では次はちょっと関節周りのマスクしましょう。両足をこのように開きます。で、つま先を外に向けていただいて OK です。このまま肘を膝の上につきます。で、この状態でつま先を上げる。1、2、そうです、3、この内側に上げます。4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。では次は腕立て伏せの姿勢になります。これが始めるです。この状態で足を手の横に持ってきます。前に足を持ってくる、こんな感じですね。で、戻していただいて、今度こちらの足を持って、足を前に持ってきます。こちらの足、股関節を動かします。こんな感じです。まず腕立て伏せの姿勢になっていただいて、このまま前に、例えばストレッチ、はい、戻す、はい、反対、そう、 OK です。はい、もう一度、もう一度、ストレッチ、はい、反対、あと1回ずついきましょう。1、はい、ラスト、はい、 OK。 スランプのストレッチですね。はい、 OK です。で、今日は下半身をメインにやっていきますので、今のようにちょっと下半身周りのストレッチを大きくやってきました。で、まあ、下半身のトレーニングというと、まあ、トレーニングの中でも王道のトレーニングというのはスクワットになります。で、スクワットを今日は一緒にやっていきたいと思います。スクワットを中心にトレーニングをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、やってる間に水分とか補給していただいて全然構いませんので、はい、ぜひちょっと休憩を取りつつやっていきましょう。はい、では、まずですね、腰幅に足を開きます。で、手は頭の後ろに、この状態で、お尻を、膝を前に出すのではなくて、お尻を通していく。そうです。継続まで落とします。前に戻す。これで1回。これで1回いきます。はい、ダウン。はい、ですね。はい、1。はい、ダウン。息を吐きながら、はい、2。呼吸が大丈夫です。これは前に倒れにしていきましょう。斜め前へ、視線、目線はこのまま、はい、3。ダウン、ダウン、ダウン、
ょ。ダウン。
あー、いいですね。六。はい、七、十。はい、八。あと2回いきましょう。九。ラスト10。はい、OK です。今のは股関節とお腹の連動線で、ここはしっかり立つことによって体が骨盤に対して乗るような状態を作ります。こうならないようにナチュラルに軸が安定するような状態を作っていきました。では次はまたちょっとスクワット、もう少し頑張っていきましょう。では次はですね、頭の後ろに組んだら、肩幅は少し広めのスタンスでまた行きましょう。で、つま先は外に向いていただいて、今度は手をバンザイして行います。上にバンザイしてダウン。そうです。で、肘は曲げない、バンザイ。そうです。はい、アップ。はい、ダウン。はい、アップ。はい、ダウン。3。はい、ダウン。4。ダウン。5。はい、ダウン。6。ダウン。7。はい、頑張りましょう。8。9。そう。はい、OK。いいですね。これで大体50回ぐらいスクワットしたことになってますので、いい感じに下半身に力、草がかかってます。で、最後はちょっとその姿勢を維持する、ダウンして、ダウンして、キープ、5秒間キープします。これを5セット5回やるんですけど、ご自身でできる範囲でやっていきましょう。結構これ負荷強いので、やれる人は5セット、6セット、7セット、8セットぐらいまで目指せると一番いいかなと思いますので、これは最後の3回に関してはいけるところまで5セットはやっていきましょう。頑張って OK ですか。はい、では行きましょう。最初肩幅よりもちょっとだけスタンス広めて、頭の後ろに手を組みます。そしてバンザイをしてお尻下げる。そうです。1、2、はい、このままダウンキープ。1、2、3、4、はい、アップ。はい、ダウン。そう、2、はい、ダウンキープ。1、2、3、4、はい、アップ。はい、ダウン。ダウン。はい、キープしましょう。頑張って。1、2、3、4、はい、アップ。はい、もう一回いきましょう。あと2回ですよ。1、2、3、はい、キープ。1、2、3、4、はい、アップ。はい、ラスト。1、2、3、1、2、3、4、はい、アップ。はい、もう一回行ける人は行きます。1、あ、超えました。大丈夫ですか。2、お医者さん行きましょう。はい、キープ。1、2、3、4、はい、アップ。はい、あと2回。1、2、はい、キープ。1、2、3、4、はい、OK、ラスト。1、2、3、
下半身周りスクワット、まあ、下半身をこうやってスクワットを地面のもうほぼスペース取らないので、これをするだけでも結構体が温まってきて全身に血液循環起こりやすくなりますので、まあ、朝のトレーニングとしては非常に有効的です。末端から足からこう血液が上がることによって脳の方にもエネルギーが行きやすい状態になりますので、この後、まあ今日はお休みですけど、お仕事だったりとか何かしたいなって時によりそちらの方にイメージが湧きやすくなったりもしますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、で最後ちょっとストレッチを一緒にやっていきましょう。柔軟性もすごく大事になりますので、しっかり怠らないようにやっていきます。で足を広く調査していただいて、両手を後ろにつき、そしてお尻を引きます。で、膝の上に手を置き、前にぐーっと持っていって、後ろを伸ばします。もも裏から膨らんでですね。OK です。今度は開脚しましょう。足を広げます。手を広げていただいて、両手を後ろについて、ついます。で、こちらが伸びていることを感じながら、右手で左のつま先をタッチしていきます。で、脇のところ、裏が伸びていきます。OK です。その反対側は行きましょう。で、このストレッチのときは、息を止めないように、斜めに吸って、息から吐きながらゆっくり脚力を伸ばします。はい、ここです。では、寝ていたので、両足を曲げましょう。こんな感じで曲げていきます。膝を後ろに沈めていただいて、右手で上の足を持ちます。このまま膝を後ろに引く。ぐーっと引いて。あ、いいですね。ももの前が伸びていきます。はい、結構です。反対行きましょう。また横になって寝ていただきます。で、膝を曲げて、後ろに持ってきます。で、上の手で膝、足首を持って、膝を後ろに引く、ぐーっと引きます。はです。もうちょっと腿の前、股関節の前に回すと、右足を前に回っていただいて、右足を滑れて、こちらの足を後ろに下げます。で、両手を前の足の上に乗せて、後ろに行くと、この辺が伸びてくると思います。この付け根ですね、股関節の付け根を伸ばします。そのまま左手を伸ばして、斜め上に、左手に手首を持ちます。で、斜め上にぐーっと右手に引っ張って、そうするとよりここが伸びてくると思います。OK、よく行きましょう。左足に変えて、右の膝を後ろに引く。そうです。で、こちら手をついていただいて、で、右手を伸ばす。そして手首を持って、ぐーっと引っ張ります。この時力を入れずに息を吐きながら、脱力。はい、結構です。
ではこちらちょっと来ていただいてミュート音声を解除しましょうか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、大体あの今日の負荷量は、まあ、朝からスクワットを100回ぐらいやったような状態になってますのであまり、まあ、昔だったらこう和式トイレだったりとかでああやってこう腰を下げることっていうのはあったんですけど、今ほぼ洋式トイレになってしまって、まあ、それとあと農作業やる方も非常に少なくなってしまったので、しゃがむことっていうのはもうほぼなくなってしまったんですよね。でそれによって膝痛だったりとか、あの、まあ、腰痛、肩こりとかっていう、その国民病って今言われてますけど、非常に増えたっていうことも言われてますので、まあ、日常生活の中でこのように短い時間で構いませんので、まあ、スクワットだったりとかしてあげるだけでも、あ、体はこうやって動かさないといけないんだなっていう認識が入るので、もし、まあ、何かしらそうやってしゃがむ機会だったりがあった時とか、何か物を取る時とかもそうですね、体を前にこうやって倒してしまってやるとよくびっくり腰とか、これから今その気温差が非常に朝と日中と夜で気温差が10度以上あるので体が固まりやすくなっているので、そういうところでもちょっと、あ、なんかスクワットやったなってことで、しゃがんで物を取ってあげたりするだけでも全然体への負荷は違ってきますので、そういった意識もつけていただけるとよりいいかなと思います。はい、でこれは、まあ、今通常通りやったんですけども、もう時間がなくてサクッとやりたい場合は、あの2分間もうあのニュートラルといって普通の状態、閉じる状態、開く状態っていう3回を2分間、まあ2分半やるとちょうど3セットずつやるので、それをまあ20秒ずつずっとやり続けるみたいな。はい。あ、20秒だと、そうですね。2分間で大丈夫ですね。3回回す形で。やって、6回やるとちょうど2分なので、そうやって休憩なしでやってあげると、負荷量は上がって、体の有酸素系の運動にもなりますので、まあ、そのようにやるだけでも全然、はい、効果は違いますので、まあこうやって動画を見つつ、でも皆さん今日すごく姿勢綺麗だったので、まあ引き続き、はい、この後また YouTube でこちらの動画を上げさせていただきますので、それを確認して、まあ、なんかちょっとわからないことであったりとかご質問あればいつでも言っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、何か今日のところありますか、ご質問なりとか。私は大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。今日も朝早くから7時という、あの初めての試みだったんですけど、徐々に30分ずつぐらい早くなってるみたいな形に、はい、でもご協力いただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、運動は継続なので、あのまた平日も開催していきますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。